ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。Ubuntu 20.04 に、ビジュアルスタジオコードをインストールしたいと思います。デビアン用のファイルをダウンロードしたら、ターミナルから apt-get でインストールコマンドを打ってインストールしていきます。ビジュアルスタジオコードは左下の点々のところからビジュアルスタジオコードを選んで起動させます。ビジュアルスタジオコードが起動したらエクステンションズをインストールしていきます。HTML と、デバッカー4 Chrome のエクステンションズを入れます。エクステンションズが効いているか試しに HTML を書いてみましょう。HTML のファイルを保存しておかないとエクステンションズが効かないです。試しに HTML のフォームのタグを書いてみましょう。これでどうでしょうか。書けましたでしょうか。ビジュアルスタジオコードの使い方はこんな感じで使っていきます。ご視聴ありがとうございました。